はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日は、うちのチャンネルでは珍しい、新商品紹介ですね。これ、何かっていうスピラベなんですけど、山下健二郎さんが、初めてプロデュースしてリリースしたサイファーっていうスピラベートですね。で、僕たちですね、気づいてない人もいるかもしれないんですけど、ハイファイファクトリーさんの、ウェア結構使わせていただいてて、ナイロンパンツだったり、パーカーだったり、ジャケットだったり、結構ね、ハイファイブさんの着させていただいてます。で、まあ、メグちゃんが、山下健二郎さんのこのハイファイファクトリーの、オンラインサロンメンバーなんですよね。まあ、それでね、ちょっとすぐに購入できたっていうのと、まあ、僕も結構その話っていうか動画とかよく見させてもらってるんですけど、まあ、このスピラベの、まあ、制作にあたっての、まあ、山下健二郎さんの話とか聞かせていただいて、まあ、結構ね思い入れを持っていろいろこだわって、作られたスピラベートみたいなんで、まあ、ぜひね紹介していこうと思います。まあ、まだ使ってないんであれですけど、まあそれはまた別でね動画にしたいと思います。で、今回ね全カラー、買ってます。で、これが、シルバーですね。で、今回ちなみに全部、8分の3オンスになってますね。まあ、山下健二郎さんが8分の3オンスをね一番使われるということで、これがシルバー、T シルバーっていうのかなっていう感じになってます。で、これが、イーブルーブラック、かっこいいね。この差し色がかっこいいよね。かっこいいね。ブレードにね、うん。で、下のスカートにも入ってますね。うん、イーブルーブラック。で、これ僕は個人的に一番好きなんやけど、K ブラック。もうほんと完全な、ちょっとね、動画で見にくいかもしれませんけど、そう、うん、完全なマットブラックですね。めちゃくちゃかっこいいね。これは相当好き。借りはね、結構ブラック釣れるんですよ。これはちょっと楽しみですね。これはもうメグちゃんカラーでしょ。G ピンク。かわいいね。うん、これも差し色が入っていい感じですね。で、これが N チャート。まあよくあるカラーですね、これは。チャート系。まあ、うん、チャート系はね、もう間違いないんで。で、あとね、これ個人的に結構好き。うん、N2 チャート。これもなんかいいな。あんまりありそうでない感じかな。このブレードの感じとか。うん、これも差し色が入って。ちょっとことマットな感じですね、これも。で、これが、アイゴールド。まあ、これもよくあるやつですね。うん、ゴールドカラー。で、最後のこれが、オーレッド。これがですね、オンラインサロン限定カラーですね。さっき一般販売されてないやつ。めちゃくちゃかっこいいね。ちょっとこうメタリックな感じでね。これちょっと使うのもったいないね。でも使わない。使わんともったいない。使うものやから、好きな鍋は。ということで、このね、まあ、山下健二郎言われてましたけど、まあ、ここにもずらーっと並べてますけど、まあ、ここ以外にも、もうスピラベートめちゃくちゃ僕たち好きなんで、相当持ってるんですよ。で、メグちゃんも人生で初バスったのはスピラベですし、うん、ね、ちょうどジャスト40センチやったね、うん、クルクマフィッシュやったですけど、うん、まあ、僕も YouTube 下流で、もう厳しい下流で、もうなんとかね、頑張っていこうということでスタートして、初めて下流でバスったのもスピラベートです。もうやっぱり下流でも大活躍の、すごく釣れるルアーだと思ってます。で、ちなみに、まあ、僕的に、一番釣れるルアーは何かって言ったら、僕、スピラベだと思ってます。まあ、総合的に考えて。もう一個持っていっていいんやったら、クランクかなっていうぐらい。もう、ぶっちゃけな話、スピラベとクランクがあれば、なんとかなるんやないかなっていうぐらい、万能なルアーだと思います。本当にね。これは別に、また、調光動画をね、出しますんで、まあ、ぜひそれも、楽しみにしていただけたらと思うんで、ぜひチャンネル登録の方もぜひしておいてください。お願いします。で、高評価もお願いしておきます。で、これがですね、1個ちょっともう開封、同じカラーをね、めぐちゃんが間違って買ってて、まあ、支払いが僕だからなんでしょうけどなぜか、とんでもない支払い金額が来てるんですけどまあそれはいいとして、ゴールドカラー2個あったんで、もうちょっとこれ開けてますけど、健二郎さんがね言われてたのが、このワイヤーがね、ハードな仕様に、耐えれるように結構強めに設定してると。だ、結構硬いんですよね。やっぱなんかな、全部ってわけじゃないんですけど、一般的に今釣れるって言われてるスピナベート
はあのなんていうのかな、やっぱここがね、あのアームが柔らかいものが多いです。ちょっとぶつけちゃったり、もう一匹釣ったらもうここがひん曲がってるとか結構あります。まあ、メーカー的にはぶっちゃけね、多分すぐ壊れた方が買ってくれるんでいいかもしれないけど、まあ使う側としてはやっぱり長く使いたいし、これも結局1540円ぐらいするんですよね、1個。安いもんじゃないんで、まあケンジロさんも言われてましたけど、やっぱ安いもんじゃないから、やっぱこう壊れずに、やっぱこうちょっと当てたぐらいで曲がるとかじゃない、しっかりしたもの。ただこのやっぱ一般的にこのアームを強くしちゃうと、やっぱこうスピナベの動きが悪くなっちゃうと。そうならないように、このやっぱりアームの角度だったり、このブレードですよね、まあ言われてたのが、僕もすごいそれはね、めちゃくちゃ共感したんですけど、やっぱこのスピナベってこの手元のこのブルブル感、このブレードのブルブル感をしっかり感じれた方が、やっぱ一定速度で集中して巻きやすいんですよ。これめちゃくちゃ大事で、僕は結構、まあなんていうのかな、コロラドブレード、これはちなみに、ノリーズのやつですけど、ノリーズのスピナベめちゃくちゃ優秀なんですけどね、このやっぱ僕は結構このコロラドブレードとかをよく好んで使います。まあ、なぜならしっかりブルブル感伝わるから、まあ、ゆっくり巻けるからっていうのもあるんですけど、まあ使い、まあ用途はいろいろなんですけど、まあこのデブスとかのシングルコロラとかもね、これもめちゃくちゃ好きですね。これもめちゃくちゃアーム強いんやけど、これもかなり抵抗強いんで、こういったのも結構僕は好きなんですけど、なんかこう他のね一般的な、スピナベイトと比べても、やっぱねちょっとねブレードの形がやっぱオリジナルブレードなんで、これね僕が好きな一世のクルコマですけど、やっぱねちょっと違うんですよ。ちなみにクルコマとかこうめちゃくちゃ柔らかいんで、これもめっちゃ釣れるんですけどね、やっぱねブレードがちょっと丸みを帯びてるんですよね。このウィーローリーフもそうですけど、ちょっとね丸みを帯びてる、わかりますかね。このインディアナもそうですけど、まあ全体的にちょっと丸みを帯びてる、多分水の抵抗をしっかり噛むようにっていうことで多分ねしてるんだと思います。まあそれはすごいこだわったって言われてたんで、もうブルブル感めちゃくちゃ大事なんで、もう何回もテストを重ねて、まあ大体ね1年ちょっとかなぐらい、まあテストを重ねて、まあしっかり釣れると、でブルブル感もしっかり伝わってくると、もうで姿勢も言われてたのが、このやっぱスピナベってこうちょっとヘッドがねこう浮いた状態でこうやって泳ぐやつ多いんですよね。ただそうじゃなくて、しっかりこの姿勢でちゃんとこれ泳ぎますんでと、もう使ってみたら分かるんでっていうことでね、結構言ったよね、うん、楽しみやなと思って、まだ使ってないんであれですけど、まあヘアオータンとかも行きたいね、うん、もう下流が濁ってるんですよね見えない見えないんですよねいや風が吹いてなかったらね映像にできるんですけど、そうそう、もうね今の時期はね下流暴風なんですよね。ちょっとなんと見えませんけど、まあ水中映像っていうか、このね撮れたらもちろん撮って後日動画にしますんで、そちらも楽しみにしとってください。でも本当ね、このスピナベイト本当に優秀で、なんていうのかな、メグちゃんもマサコにねすごい習ったと思うよね、うん、このなんていうかな、ラインテンションかけすぎずにちょっと微妙にね、うん、この軽ませてっていうかね、ゆっくり巻くっていう、でまあ下流で言ったらボトムに当てながら根がかりしないギリギリのスピードを保ちながら巻くって、うん、結構これ難しくてね、でもそれをやるにはやっぱりこのブルブル感っていうのがねすっごく大事なんですよ。これがあるとやっぱ集中して巻けるし、まあ、ボトムの根がかりしないギリギリを下流で言うともう当てながら、もうだけここはガリガリになるんですよ ね、うん、ねヘッドもね、そうそう、ヘッドがガリッガリになる、うん、でもそれが正解なんですよ。もう当てながら回避しながら巻いてるとやっぱ一番下流は釣れるんで、うん、もちろんね中層引いてて釣れるとか全然あるんですけど、まあ、下流で言えばもうその釣り方が鉄板かなと思うんで、まあ遠賀川の下流でスピナベで釣りたいっていう方はぜひその釣り方おすすめなんで、またそれは別途ね解説したいと思うんで、よろしくお願いします。めちゃくちゃかっこいいね、うん、かっこいい本当に、このやっぱね、うん、アームがやっぱ強いっていうのは俺的にはすごいありがたいことなんよね。でこれ一回曲がってしまったら元に戻すにはねもう一個正規品が絶対いるんですよ。で結構現場で戻すの、正確に戻すのって俺はうまくできないし、これはね楽しみですね。
かっこいいね、うん、これはちょっとやばいね、すぐ開けたくないね、うん、でも赤好きなんよね、好きやけど飾ってきたんね早速俺はちょっと、うん、これ使いたいかな、ブラックから使いたいかな、いい、で、あとがこれ、あ、いい、かっこいいですね、楽しみやね、だけど結構比較的このドーン、これジャッカルのドーンかね、これ、うんうん、これも結構固めかな、かっこいいね、それね、これもかっこいいよ、うん、かっこいいんやけどこれも結構強めかもしれんね、まあ、クルクモがやっぱめちゃくちゃ柔らかいね、これめちゃくちゃ柔らかい、うん、で、あのノリーズのこのスピナベも結構柔らかいね、だけど結構差が激しいよね、硬いやつは硬いやつであるんですけど、まあ、どっちかというと今この柔らかめのヘッドっていうこのアームが柔らかいやつは多いかもしれないですね、まあ、釣れるんですけどすぐやっぱね曲がっちゃうんですよ、でちょっと岩とかにぶつけてももうねすぐひん曲がるんで、まあ、そういった点ではねこれはもうかなり、まあ、ほんとしっかりしとね、で、あのここのねやっぱ角度がねやっぱちょっと微妙に違うんよね、微妙に違う、これ結構ね俺は詳しくはないけどやっぱねこれちょっと違うだけで全然違うみたいですね、うん、であんまり硬すぎてもやっぱりバイトが乗らんとかね、あるいはこう弾くっていうねのがあったりして、このバランスがねやっぱりすごく難しいみたいですね、はい、というまあちょっと使うのが楽しみです、はい、はい、まあ、次回またねこれを使って、下流で投げていきたいし、まあ、シーズン入ったらね、まあ、かなり釣れる可能性の高い、ルアーなんで、うん、またちょっとね集中してスピナベオンリーの日、ね、調光とかもやりたいですね、うん、まあ、ビッグウェイトももちろん頑張りますけど、うん、このバラゴンもねこれは次回投げたいね、まあ、ユウさんから、うん、飾りじゃないのよって言われてましたね中森明菜風になんか飾りじゃないのよって言ってましたんで、いやちょっとねせっかくなんでかっこいいんでね飾らさせてもらってますけど、はい、そうなんですよ、はい、ジョイクルもそうですけど、まあ、今年はいろんなチャレンジしていきたいですね、頑張りましょうということで、まあ新製品紹介でした、はい、まあ、気になる方はねあの概要欄にあのハイファイファクトリーの、リンク載せときますんで、そこから飛んでいただいて、まあ、ぜひよかったら購入されてみてください、オンラインサロンのじゃない方はこのカラー、この赤だけは買えませんけどそれ以外は買えますんで、ぜひね、一回試してみていただけたらと思います。でウェアなんかもすごく本当にいいんで、すごくいいよ、いや本当にすごくいいです、うん、マジでいいです、もうほとんどそうよね、機能性、うん、もうデザインだけじゃなくて機能性がめちゃくちゃいい、やっぱこう釣りするね人が作ってるんで、やっぱこうありがたいねっていうところにポケットがついてたりとかね、うん、結構いいんですよ、うん、でこれからも多分使っていきますし、まあ、そういった点もぜひ動画で、見ていただけたらなと、思いますんで、ぜひまた次回ね、今度は調光動画アップすると思いますので近々ねよろしくお願いします。はい、これめぐちゃんの手書きです、ちなみにモツたちのバッスル流儀ぜひ、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。今後はね定期的に、室内動画とかもアップしていくと思いますのでそちらもぜひよろしくお願いします。じゃあ今日は最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、またね、バイバーイ。Things are not the same as they were a year ago.